この講義ではテキスト14ページの情報教育の基本問題を解説します問題を解いてからご覧くださいでは情報教育をですね見ていきたいというふうに思います本講義では情報教育と情報の教育の情報化について扱っていきますで教育の情報化に関して提言されていることは基本的に文部科学省のですね情報教育の情報化に関する手引きや 文部科学省教育の情報化ビジョンにに示されてていいいるることと立脚していると思います例えば2016年の7月に、えー、懇談会のまとめなど出ていますけどもそれも基本的にはこの2つの流れを組んだ上での話でそれより2020年を見据えてなどと出てきていますのでまずここで基本的な事項を押さえていただいてそれからその,の新しい事項を見ていってもらうと理解が進むと思います。 今日の本講義ではその情報化に関する手引きと情報化ビジョンを主に見ながら勉強していきたいというふうに思います。情報教育の目標などもその情報化の手引きなどに載っていますのでそこを扱っていくということになります。では教,教育の情報,化に情報化に関する手引きから情報教育の目標ですねをチェックしていきたいと思います。これは問1の ものですねになります。どどの言葉が穴抜きの中に入ったのかどこが穴抜きになってるのかどこが穴抜きになりそうかを考えながら読んでいただくのが一番いいかなというふうに思います、えー、3つですね大きく分けて3つ目標があります1つ目が情報活用の実践力を身につけるという目標ですね課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて必要な情報を自ら主体的に 収集集判断処理編集創造表現し受け手の状況などを踏まえて発信伝達できる能力のことを情報活用の実践力と言います集めることとそれをじゃあどういうふうに処理するのかでそれを受けた発信したときにその見た人受け手がどういうふうに思うのかを考えてできる力のことを情報活用の実践力と言います2つ目。 情報の科学的な理解です情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と情報を適切に扱い自らの情報活用を評価改善するための基礎的なな理理論や方法の理解とということになります例えば収集するときにどこから収集するのかとかその情報は本当に信頼できるものなのかどうかとかも含めて情報はどういうものなのかの理解をしてもらうってことですね。 情報社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響を理解しで情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度のことを情報社会に参画する態度といいます。 今では、ね、現代社会では情報,情報技術はものすすごいいい影響力を持っていると思いますでその影響力について理解して特に今問われているのは情報のモラルの問題だと思いますがそれについてどういうふうに、えー、それが必要になっていることをどう受け止めるかどうかそれは大事になってくるよということが言われています。 これが情報教育の目標あと、ね、一番最後のスライドで見ていきますがこの目標が進学習指導要領でも登場してくるとそのまま登場するわけではないんですけどあの言葉ですねが登場してきたりしますのでここをまず押さえてもらって進学習指導要領の理解にもつなげてほしいというふうに思います。ではこの情報モラルですね何のことを情報モラルというのかですが。 情報モラル教育実践ガイダンスっていうのは国立教育政策研究所が出しているものとしてあります情報化の手引きの続きのようなものですけれども情報化モラルについて五つまとめてくださっております一つ目情報に関する自分と他の自他の権利を尊重して責任ある行動を取る態度のことをまず一つ目情報社会の倫理として挙げられています 2つ目、情報社会におけるルール、マナー、法律があることを理解しそれらを守ろうとする態度ですね、違法ダウンロードとか言われますが、そういうのを理解してやってはならないっていうのをちゃんと遵守すること、法の理解と遵守。3つ目、情報社会の危険から身を守り危険を予測し、被害を予防する知識や態度ですね。ワンククリック詐欺だったりとか、えー そういうものに対してこれは危ないサイトかどうかっていうのも含めて安全への知恵というものに言われます。4生活の中で必要となる情報セキュリティの基本的な考え方や情報セキュリティを確保するための対策対応についての知識情報セキュリティですね、えー、個人情報の流出とかもありますそういうことに対してちゃんとセキュリティを考えられているかどうかが4つ目になります。5つ目 情報社会の一員として公共的な意識を持ち適切な判断や行動を取る態度公共的なネットワーク社会の構築っていうのが5つ目に挙げられています。1から4を受けてそれが公になっているよっていうことそれが本当にやってよいことがどうかっていうのを適切に判断できるかどうかその態度のことを5つ目公共的なネットワーク社会の構築の中で言われていることになります。 1> 1 2 3 4 5この5つが情報モラルとして挙げられるものになるわけですね一見自分がこう行動してそれが公共に出ていくことに対して注意したりとかそれが本当に言ってよい言葉だったかどうかっていうのをチェックしましょうとかっていうマナーのような。 だけを情報モラルというのではなくて自分の身を守ることなども含めて情報モラルだというふうに言われていますのでそれを情報教育では教えていく必要があるということですねになっております一応教育の情報化ビジョンからですね教育の情報化の3つの側面目標を達成するためのも含めて3つ側面があります。教育分野にに関してて情報化することによってどういうこととよっどうういが進むのかを 1つ目情報教育という風に項目で子どもたちの情報活用能力の育成ですね情報教育の目標とかのところにもありましたが情報活用能力ということを育成するのが1つ目2つ目教科指導における ICT 活用情報通信技術を効果的に活用した分かりやすく深まる授業の実現などを ICT を通して情報化を通してできるようになるよ。 3つ目公務の情報化教職員が情報通信技術を活用した情報共有によりきめ細やかな指導を行うことや公務の負担軽減などができるようということが言われました例えば2番だとタブレットだったりとか今ここで使ってますけど電子黒板ですよねそういうものをするとパワーポイントを使ったりだとか 実際にこう絵を写し出してじゃあ虫の手足はどうなっているんだろう拡大してみましょうとかができますよっていうことが○になります。で○三は誰々、えーえー、さんが風邪で今日から何日か休んでますとかっていうのを全教員に共有することがで,す、ね、あのできるようになるわけです、えーあの。私の知っている高等学校ではタブレットを導入しているようで,でこの○三については えー、座席が指定されてるんですねで学生書の,の写真と座席が連動していて休みの人はそこにちゃんとチェックがついている出席管理をやってくれるので非常にありがたいとかっていう話もしたりしますそういうことが教育の情報化でできるようになっていくよっていうのがこの3つの側面で言われたことになります。な、えー、なかなかこう導入 お金がかかりますのでなかなか導入できないところもあるかと思いますが今後こういうことが増えていくのではないかというふうに思われますでは問い2の答えですえー、っと先ほど情報教育の目標のところでお話をしました新学習指導要領では どういうことが言われているのかそれが目標がちょっと影響しているよっていう話の部分になります新学習指導要領の総則の解説編に知識技能とか思考力判断力表現力などを学びに向かう力人間性などの部分で述べられているわけですねここに情報教育が出てくるわけになりますのでその部分から抜粋して問題を出したということになります 基本的に教育の情報教育の情報化に関する手引きなどを理解していると同じような言葉が出てきますので大体理解できるかなというふうに思います。まず1つ目知識技能です情報と情報技術を活用した問題の発見解決などの方法や情報化の進展が社会の中で果たす役割や影響情報に関する法制度やマナーこれモラルのところで出てきましたねマナー個人が果たす役割や責任などについて情報の 科学的な理解に裏打ちされた形で理解し情報と情報技術を適切に活用するために必要な技能を身につけていることが情報教育で知識・技能の側面として求められることになります、えー、少し前のスライドに戻って目標のところを見てみますと,と例えば丸 ② 科学的な理解ですねそういったところが出てきたりとか丸1の 処理するどうするのかっていうのが実践力のところもこの辺りの中身ですね発見解決とか進展が影響するとかそういうことに対して言われているのが影響を受けていると思われますで次思考力判断力表現力なのですがさまざまな事象を情報とその結びつきの視点から捉え複数の情報を結びつけて新たな意味を見いだす力や問題の発見解決等に向けて 情報技術を適切かつ効果的に活用する力を身につけていることというふうに言われますえこれらはあの先ほどの目標からすると少しちょっと文言が変わってたりとか違うことを言っているように思われますがえー、と処理とか編集とかの部分ですね情報活動の実践力の部分をちょっと発展させたようなものになりますで最後学びに向かう力人間性などです 情報や情報技術を適切かつ効果的に活用して情報社会に主体的に参画しその発展に寄与しようとする態度などを身につけていることが学びに向かう力人間性で言われたことになります。これはもう特に目標の三の部分ですね参加しているかどうか主体的に参画しているかどうかが次問われていきますよということになります。なので基本的な事項がですね教育の情報化に関する手引きから導き出されるもの になっていくと思いますので、新学習指導要領を読む際でも生きていくと思います。そういうところをまず基本というか初出ですねをしっかり理解していただいて、今後の学びに結びつけていただければと思います。で、テキストの方では今後の情報教育の方向性として。 新学習指導要領ではないですが2016年7月の懇談会のまとめで何が言われたのかも収録しておりますなのでその辺りもしっかり読んでいただいてここと情報化の手引きをつなぐものとして関連を導き出していただければより理解が深まるのではないかというふうに思います。以上でえテーマ3情報教育の講義をおしまいいたします。